ガムランの演奏で山サリという曲をお聴きいただきました。この山サリという曲は芸能山城組のガムランの先生、インドネシアバリ島のチョコルダ・アリ・ヘンドラワン氏が祭りの時にヒンドゥー教の寺院の庭で演奏されていたバリ島の古典の大曲をもとに2年の歳月をかけてアレンジをし誕生した曲全体を構成する心地よい落ち着きと安定感、そして緩急自在の展開が魅力的な曲です。そうした中でもこの曲にしか登場しないトロンポンという大きな楽器、これは一説には一人で演奏する世界最大の楽器というお話もありますが、このトロンポンという楽器が奏でるメロディーの華やかさと美しさが印象に残る曲になっています。それでは次にガムランの演奏に乗せて踊りをお楽しみいただきます。レゴンスマラダナという曲、この曲には揃いの衣装を着た2人の踊り手が登場します。向かって左側がスマラという神様で、右側がスマラの奥さんのダティさんです。2人はとても仲睦ましく暮らしていました。曲の前半では美しいメロディーに乗って2人のしっとりした様子が描かれます。ところがある時地上に厄災をもたらす魔物が現れます。この魔物をやっつけることができるのは芝の神しかいません。しかし芝の神は今ヒマラヤの山にこもって瞑想中です。瞑想を妨げられると芝の神の怒りは大きく殺されてしまうということで、誰も芝の神のもとに行こうとはしません。そこでスマラは奥さんのラティさんが止めるのを振り切って一人ヒマラヤの山中に出かけます。ヒマラヤの山中で芝の神を見つけたスマラは地上で起きている出来事を話し、芝の神の助けを借りたいと頼もうとします。しかし瞑想を邪魔された芝の神はとても怒って、一瞬のうちにスマラを焼き尽くしてしまいました。その後芝の神は息子のスマラが地上の厄災を取り除くために自分を訪ねてきたことを知り嘆き悲しみます。芝の神が嘆きのあまりスマラの灰をまくと、灰は一瞬のうちに美しい花となって地上に舞い落ちたということです。それではガムランの演奏に乗せてレゴン・スマラダナをご覧ください。Thank you.